クニオです、えー。2020年の6月6日の土曜日なんですけど、えー、本日はねお約束していた変身動画なんですが僕のあげました「朝やしいほベビーメタルモーニング娘。」「族アイドルアーティスト論インスタ解説と」とあと「メタル拡大 AI の価値観ダンサー歌手」みたいなハロプロの役割みたいなことも書いた2つの動画にかなり えーと長期にわたりこれはね僕にだけ届くような雰囲気質問の要素も強いというようなことでレンジャーさんのおー書き込んでくれたものに関して、えー、と回答と意見その後のところというんではなくてこの時点でのお話というところでの回答と意見ということですね。 をおおしてていくくそんな動画を作りりたく思っておりますでまあそれだけじゃ面白くないだろうということなんで当然これ回答の内容というところ最初に今見る方々には説明しておこうと思ってるんですけども大きく方向性僕3つ、まあ、いつも3つまとまったらお届けしようなんて思ってるのが最近、まあ、最近通いまあ、結構そういうタイプっぽいんですけど、えっと、どういうことかというと。 音楽が幅広くなった時に僕が思っていることっていうのは現時点2020年っていう時点で経験にも伴う経験に伴う僕が答えられるものというものがまず大きく一つです。それがもうの随所に散りばめられていると思っていただければ間違いないと思います。 それで2つ目はやっぱり自身で思っているところっていうのはアイドル論ってなった時にですねアイドル論ってなった時に僕は比較的ハロプロからエッセンスを得ているアイドル回答になりますなのでハロプロをもしあんまり得てない知っていないという場合は別にこの人全然お答えしていくんですけど もしかしたらハロプロとは何ぞやというところから入っていくと答えとしての何か間違いがないのかななんてとこ思っていますんで僕が語るアイドル論というのはルーツベースに2020年型ということですよでするとハロプロが流れているということをまずこの2つ目があるということですねで3つ目 えとこれはもうメタルササイイドドアーティストサイドの方向ですこれをなぜ一つのりにしたかというと僕もともとバンドマンだというのもあり、えー、と比較的アーティスティックなものクリエイティブなものというのに子どもの頃から憧れていてまあそれが今職業とはなっていないですけどもそちらの目線感覚というのが根強く残っているタイプです。 なので音楽ファンでありアーティストとか、えー、とメタルは僕プレイヤーの目線の方が強いんですけどという方々のことを指す場合というのは比較的そういう制作者的な要素視点そちらの考え方からというのが意見の大半になっている可能性が高いということでございまして。 えっと、その辺なんかご理解いただきながらお話聞いていただけるとかなりエンターテインメント性に富みそして歴史であったりその背景ですよね要はねその引用というものが必ずこれ文脈は続いてるんで、えっと、それが届けられると思うので。 なんか少し価値のあるというか新たな視点新たな着眼点からあ音楽であったりこの話題というのを捉えられる,じゃない捉えられるのじゃないのかなそういうふうに思うそういうふうに感じてもらえる作りにしておりますので楽しんで聴いてくれれば、えー、見てくれればなと思っておりますいつも通りですけど前置きなくなりましたけどクニオチャンネルはこんな話とにかくどんなものでもですね、えー、と比較的楽しめるように作っていきますので突発的なものもありますし、えー、と続いていくものもありますし。 チャンネル登録していただけると本当に助かります。もうご協力いただけるだけでもうベストフレンド。<laughs> そういう気持ちでやってます。なのでぜひご協力お願いします。じゃあいよいよ行きますか。行きましょう。ねえもう口が鳴るのうるさいって言われてる場合もある。あとボリュームも言われてる場合もあるんですけどそう。ちゃんとね考えてますから。またそれもお届けしていきます。さあじゃあまず今日はこの本題いきましょう。 えーと最後に、また、ねえーとね、レンジャーさんのご意見お読みしながらあの、要点まとめました。なので、えーと、意味が変わらないように、お読みしながら回答していくというのを、テンポよく聞きたいと思っています。えー、ベイメタがアイドルか否か、そもそもアイドルの尺度が何か。えー、今も昔も、akb とか坂道などの正統派アイドルではない、あ坂,坂道などの正統派アイドルではない,か論というのが。 えとこれレンジャーさんの意見から組み取れましたでそこに対して僕なりの回答というのをいきますね、まあ、このパターンがいきますあの続きます正統派アイドルというものはもう僕ないと思ってるんですねで強いて言えば正統派風アイドルっていうんならかろうじて成立してるのかなとでハロプロには歌唱力が伴った松田聖子クラスはほぼほぼいないんですよでも雰囲気として 歌唱力というところは覗いてですよ。で言えば、歴史的には石川梨香ちゃんとか亀井恵理ちゃんっていうのはそれに該当すると思うんですね。で、まあ、僕はあの今の今で言う紙、国領萌えとかもアンジュルムですね。もう近いところにいるような気はしてるんですけど、あんまりその辺はスタンダードじゃないような発想の何て言うか、ハロオタの巻ではあるのかもしれないですね。 まああと岡村ホマリちゃん僕ホマタンホマちゃんって大好きですけどそういうところが僕の中で言うとアイドル感のある子たちなんですよだけど歌唱力を伴いまあアイドルでもそれなりのカリスマ性というやつですかねそれをうん、まあ、帯びているっていうのはなかなかいないですよ僕の場合はあらゆるアイドルより松浦あやの方が好きなんで <laughs> 松浦あやをあげたら松浦あやが最高なんですけど彼女も じゃあアイドルチックなアイドルな時期ってどれぐらいあったかって言ったら僕多く見積もって1年半だと思ってるんでそういうようなことを総合すると正当派アイドルっていいいううう言葉ががどうしようもないどうしようもない部分があるのかなと思います。これはハロプロ以外で外してみても正統派アイドルってハマるのって21世紀では僕その中で一番歌えて知名度あるのはソロで言ったら松浦亜矢だと未だに思ってます。 で本当に実力だけ考えたらグループにいたかもしれないけど後藤真希ですよもう。これはもう見た人聞いた人だったらそんなに僕間違わない意見だと思ってます。そんな感じですね。で続けますね。アイイドルののの定義は年のベビメタのブレイクににより急速に変わったと思いますというご意見ですね。これね僕はそうは思ってなくて、えー、もうこの頃にはね細分化が進んでた印象なんですよ。 でこの年2014年で言えば僕「ビスの解散の方が重要事項上だった記憶なんですよね。で「ももクロ」や「電波組」もかなり形が変わっていたそれが2014年だったと思うんです。でそれ,それこそ「急ュにもポジションがもうあった感じですよね。 この2014年って年ってすごく語るの難しくて「モーニング娘。」って言ったら道重さゆみがえっ、ー、といわゆる引退引退というか解散解散というか卒業というか <laughs> なんか言葉間違えました卒業でいいですっていうところでモーニング娘。の一つの歴史もここから変わるんですよねだからなんか14年でベビーメタブレイクい言いたいことは分かってます分かるんだけどこれは かなりベビーメタ側から見た感覚かなっていうような気はしちゃってるっちゃしちゃってますね,ねでこの後続けておりますねベビーメタがアイドル界の外にファンを獲得、えー、メタルハードコアパンク側にファン獲得を狙うアイドルグループが次々現れかつてはメジャーアイドルの劣化版でしかなかった地下アイドルの中から楽曲を充実させてメジャーアイドルに対抗しようとするアイドルグループも現れ楽曲的にはとても面白い状況になりましたと これはそうだと思います。あのー、間違えてないしそんな時代だったことが分かります間違えてないってもう本人の取り方で十分センサー万別あっていいのでそのままなんですけどね偉そうにすみません <laughs> そう思いました。ね、であと B メタはこれらの変,変質したアイドルグループの先頭に立つ存在、えー、ですので。 個人的にはアイドルだとと思いいますすう意見ですねこれアー,デア,イドルアーティストの中での結論を見いだしていただいた話だと思います。で僕はねこれこの見方は今言ったように全員違っていいと思ってんだけど一個気になるのは先頭に立つっていう表現なんですよでこれアクターズスクール広島やハロプロっていうのはね高学歴すぎるんですよ。 だから他の子たちはそれ以外だった子たちってここ追えないんですよね。なので地下アイドルからつながってるもの地下アイドルから叩き上げ的に上げていこうというふうにしたら結構これってね僕の中で図式合ってないんですよただ例外もいくつかあるんですけど例えばあのでも地下じゃないんだよなハチキンとかね河村瑛乃ちゃんっていういわゆるアンジュルムの今ねサブリーダーやってる子なんですけど。 彼女とかとかあ高瀬くるみもそうですよね佐々木理香子もそう言ってしまえばそうなんですけど地下だったかって言ったたかて言ら地下じゃなないんんすすよねすよねねご当そういったところで細分化本当にしちゃってて、うん、あと本人たちが目指すポイントっていうのが世界クラスっていうのほとんどいなくてなんとなくハロプロに好きな先輩がいてそこと一緒にやりたいなんていうのが主流だったりすると思うんですよ。 他のアイドルグループでも名前を聞いてるのって言うとここ最近のとかでもハロー上がる子もいるし乃木坂とかっていう子ってもうタレントの方面で実はアイドルをかけてる中でそんなに濃くない薄い方の女の子が全部じゃないですよ多い印象なんですよね。話聞いいいてててて実力を見そてそてそう思うという思とととここですよむしろそれこそビッシュとかが言ってる子の方が ななんかままだプロ意識あるような気がしますねそれこそ2.5次元後ほどもそのお話しますけどもう含み見持たせましたけどになんか僕の場合は今の時代っていうのはあるような気がしますこれはやっぱりあの地下アイドルの現場実際地下アイドルの子たちとかとイベントやったりしますし普通に遊びに来てくれって話もするんでもう肌感っすねかなりリアルだと思いますよそう,いうそういう感じです まあなぜリアルかと言ったら全部合ってるかなってことですねそういう感じですじゃ続いていきますねベビーメタは一時国内のメタラーの偏見に負けて脱アイドル化し桜学院との関わりも隠していましたが残念でしたね先屈者らしく立ち向かってもらいたかったですねでこれね僕はあまり残念感が分かってないかもしれないですね <laughs> なんかそれはその当時その当時のバランスで例えば 個人のレンジャーさんの趣味からしたら残念かもしれないけどっていうことがついちゃうと思うんですよ。全知識きな話というかねえこれ難しいだってこの桜学院との関わりの方がブランドになってる感覚の場合ってあるじゃないですか僕こっちの方がブランドだと思ってるんで「差額ハロプロ」はブランドですようんあだってアクターズスクール広島もそうだけどとにかくブランド。 でそう、そうじゃないって言うんだったらそうじゃないことを説明してほしいぐらいですよ。東京大学、京都大学 <laughs> ブランドでしょって言われて「いやそう,そうじゃないんですけど」って言ったらその説明ってあんまり僕の中でしっくりこないですもん。<laughs> そ,れそれぐらいですよ、うんそう。そういうことだと思ってます。ね、じゃあ続いていきます。 えとそれとベビーメタの音楽的な源流2010年前後のメタルと二次元文化の融合ドラゴンガーディアンというメロスピのバンドが代表的ということですねでこれはもうつなげてきていただいてなるほどと思いますよ、うん、でこれいちいちここからうるせえんだけどでなんとなく血統が違う印象なんですよね、うん、でこれこれって例えやすくもしご存知だったら例えやすく言うとキュートと電波組ぐらい違う。 キュートの方がベビベタで電波組の方がなんとなくこのドラゴンガーディアンとかっていうような僕はイメージかなねこれこれも全然あの違うって言われちゃう角度ももちろんあるんですよ分かってんですけど例えるためにそれぐらい違うと言いたかった、うん、で,でもなるほどと思ってんのこれ難しいねここがねうんんだろうなうんどう 文系の学校とかで慶応と早稲田行ってて、同じようなことを勉強してたけどなんとなく違うっていうこれ <laughs> 今の間違えたな <laughs> 失礼ちょっとこれあれだ、うん、考え直した方がいいかもしれませんすいませんでしたなんかそういうこと言いたかったです、うん、なんか組み取っていただければお読みします続いて。 秋葉系文化とメタルが融合したデスポップというジャンル。えー、ベビーメタのファーストセカンドアルバムに何曲か影響が見受けられる。J p o p とメタルを組み合わせる風潮がアイドルとメタルの融合という発想を生んだ。<laughs> でこれはもうあまりつなげて考えてなかったんで、これはもうなるほどという感じですね。さすがですね。で、続いております。近い将来の音楽の行方。えー、最近あ、これか、レインチュー という女性の「セイソー」のカバー曲に衝撃。セイソーは今年ヒットした曲で80年代のディスコソング風ファンク。この曲の歌詞を日本語にしてそれをインドネシアの女性がカバー。日本のシティポップに似ているという外人の感想。似ているような曲紹介してくれ。まず竹内マリアの「プラスティックラブ」を聴け。と日本人そっちのけで盛り上がってた。外人さんのシティポップと知識の豊富さと日本語の効果に驚きました。うんうん これね、今回の一連の中で僕一番発見で僕ポイントがあるのはここですよ、ね。僕これツイッターでちょっと知ってたんですけどあの竹内まりやの方だねこれねそれ,それで聞いて山下達郎ってことなんでしょうけどないいなと思ったんですけどこれ改めて聞いたらこの「西宗」が超いいですね。ね日本人だとだからたどり着かない 感じなんだけれどなんていうとそぎ落とせない部分の日本語感ってあるじゃないですか朝夜って朝と夜って言いたくなるとかそういうところがねうんなんかせん洗練とは違うんだけどちょうどいい可愛さに落とし込めててこれって多分日本人で日本語ネイティブだったらできないですよねこれは新ジャンルとして全然成り立つし気持ちいい日本人が聞いて勝つ気持ちいい これはもう,もう僕も実はこの話する時にも何回も聞いてこの子の曲も何回も聞いてその上でなんかアーティストも呼べてねえんだけど <laughs> そういうそうそれで思ってる、うん、これは新発見で良かったですありがとうございましたこういう話大好きです、ね で続いてお読みします、えー、と去年末鈴木愛理がヒゲダンに作ってもらった曲を発表してましたが90年頃に流行ったニュージャックスイングニュージャンクスイング風に仕上がってましたねノスタルジックな曲が何気に流行る世界の潮流を読むうう鋭いか、うん、でプロデューサーさんがハロプロにもいるんだなと感心してるんですがスロをプロデュースと聞いて驚きましたと。 これね、ブレイクイットダウンのこと言ってるんだと思うんですよ。あの、アイリーのね。うん、これいいですよね。僕、アイリーのソロの中ではこれが一番いいと思います。なんでかというと、 やっぱ本人のダンススキルというところがあ,のあんまり無駄なく洗練されていると思いますし歌のところでも歌唱のスキルを惜しみなく出しててリズムが何せ気持ちいいじゃないですかこれを僕ニュージャックスイング風っていう風に取られたのはそう考えてなかったんでさすがと思いましたね90年代前後ぐらいのね、うん、僕あの時ってなんかヒ,ッッ、まあ、ヒップホップヒップホップ なんかいろいろないねハウスもそうですけどいろんな言い方あったジャンルのところでどれがみたいなことっていうのを言わないで聞けてた時代ですよ僕,僕比較的その時代だったらアシッドジャズが好きだったんですけどなんかそんなような、うん、ことを思い出しながらああこういう解釈あんだなって思いました愛理とヒゲダンはめちゃ相性良かったですねもうまたやってほしいですねそう思います、うん、続いていきましょうベイメタの大代替わり案 うん、メタルバンドでボーカル交代はちょくちょくあるメタル好きは楽器の音を聞く比重が大きいボーカルの脱退が他のジャンルよりは致命的にならない説でもベイメタルはスーメタルの声で成立しているところがある代わりを見つけるのは難しいそう思います、うん、で僕の経験上間を空けずにそのまま活動してくれれば耳はアップデートできるんですよね でもスーメタルはほぼソロ歌手ですもんねこれ僕経験上例えるならなんですけどフレディ・マーキュリーのクイーンって世界最高じゃないですか。だけどアダム・ランバートも最高って言えるんですよ。 ねだからこれはお、うん、聞き方と思いっていうのがその人間個人にどうしてもあるし僕もフレディとアダム・ル・ランバートどっち見たいかさ当然もうダントツフリー・マーキュリーなんですけどアダム・ランバートのクイーンを見たいか見たくないかさそれを見たいんですよ絶対いいから実際よかったしこれってこの理論が一番例えとしていいのかなと思いました これ何でかというと賛否両論どうせ出るんですよだけど活動ししないいいいよよりててる方がいいよっていう究極底の話だと思うんですねだって活動してくれば見えるしオリジナルもそれによってもう一回聞き直していこうとか話題性になるじゃないですかでやっぱオリジナルがいいよねってこの話題になるでしょってことはこの話題になる人がずっと受け継いでいかないとこの話にならない可能性があるってことですよね少なくとも話題になる可能性は減ります であれば曲とその何んですか歴史クオリティそしてファンのコミュニティ全部含めてカルチャーじゃないですかそれであるんだったら続けていくっていうやつが挙手してそれなりの力だったりやる気あったらやった方がいいよねっていうこういうこういう話です、ね、まあこれどうせ、うん、全部いろんな意見出るでしょうまあ僕はってことですねじゃ続いていきましょう えと同種の声質は僕が知る限りでは「ワルキューレの純中」「ジュースジュースの金沢智子」ですね声質の女性感ある丸さや奥ゆかしくうあ失礼しましたその少し耳障りなほどの高音の伸びがメタルでは合うのですがなかなかいないですよね今自分のアンサーのく <laughs> だりを先に読んでしまった、うん、これ僕は両方好きでえっ、ー、と声量は 清涼とテククニックですすよねは圧倒的に柔軟だと思いますでも今ちょっと間違って読んじゃったやつだけど声質や女性感ある丸さや奥ゆかしくスイートに響くここかなこれは金沢そっちそんな印象かなでこの2人だとすすごく分けられますよ最近僕が井上玲ちゃんの動画とかでよく話してるんですけど井上玲ちゃんがジュースジュースに入ったらっていうところでこれってほっ 多分ねうーんとほとんどの人はいきなりは耳では聞き分けられないはずなんですけど本人がどのポジションに入ったらいいのかっていうところをかなり深く解説してるんでもしご興まあ僕はかりんとトモ子とレイレイっていうところで最終的には比較していくのが今のレイレイの立場だと思ってるんでそんなような話にしがちですけどね。まあ、とかも分かりやすすくいいですし、うん まあまあこういう話は僕好きです。<laughs> 引き続き思いつくと終わったらえもう僕の意見なんかもうオール無視でいいんだよ自分の考えガンガン出してください。お願いします。じゃあ続いてまいりましょう。あもう皆さんもそうですかね。これ差しでやってるように見える,言ってるけどみんなで聴けるエンターテインメントだと思ってやってる。その辺ちょっとあの偉そうな感じです。お願いします。じゃあ続いてお願いしますね。アイドルが海外はチャンスがあれば出るべき、えーと。海外の一流アーティストがライバルになるため成長するしかない。 ファンも成長できる。今は世界に出やすい海外のメタルやロックの雑誌が日本のガールズバンドを取り上げている日本のシティ・ポップが3年前から静かなブーム世界の音楽界が影響を受けている純粋な J−POP では通用しないが世界的な潮流を抑えた曲ならアイドルにとってもチャンスありというご意見ですねうんまあこれがご意見の中では今日は最後になりますねでここ面白いのでまあ当然深掘り回答ですけど音楽だけで言えばですね 音楽だけで言えば70 80は同意ですただ僕が知ってる旧式な現実ここだともうこれ何回か前のこの鞘師リフ館への動画でも言ってるんですけど世界マーケットってもう契約の段階でで決まってるんですよだから自身の今の時代2020年型だと自身の SNS 発信でそれこそさっきのあれですよあのインドネシア人の女の子。 この何だだっっけけちゃんだっけレインチュレイニーチューレイニーチュ,チュちょっと危ないね俺。<laughs> みたいなもんで個人発信しておく。でもあ,あの子もキーワード気にな気になるキーワード入れてますもんね。日本語であったり英語であったりとまあ日本語と英語だけで日本語のカバーだからいいんだけどね。それ上手だしね。うん、でこれ、えー、旧式な考えのところでもう一個言うと契約の段階で決まってしまうかつ 今の時代で、その SNS 発信を世界的対応化してみる以外ってもうないんですよね。で、友好的な失敗を重ねているっていうのは日本人の場合は鍵になると思う。でも世界進出も実は邪魔すんだって、日本人が日本人だったりするからね。だってちょっとインディー契約でもあったら世界にマーケット持っていくときに、その契約、インディー契約とか半券持ってるやつが世界マーケット邪魔するんだから。そう、そういうことですよ。 だからこの辺の例えば女の子で何か始めるとかアイドルで特に話してたら今の場合大体女性アイドルっていうのはテーマだと思うんでそれだったらもう僕だったら SNS 配信で最初から海外マーケット狙いってことですよねもうこれ僕2020年代は僕らがガタガタ言わなくても出てくると思いますけどねうん,なんかす,すごい圧倒的なうん例えると あんまり乗らない人もいるかもしれないけど1998年の宇多田ヒカルみたいなな感じですよなんかあの当時言ったら全然あのパターンっっっってて考えなかかったたっいうう人多かったと思うんですね、まあ、そういう切り口は出てくるんじゃないかなっていうのは思いますけどあまり出てこないようだったら大人も電波貼って何人かでその子主体でやれるようにちゃんとチーム組んであげたりと思かせこういうこと言わないでもう変な中抜きとかしないでもう全部 <laughs> そいつに。 様子見てこいっていうふうにしてその代わりあの保険じゃないけど我々でガードするぜみたいなさ、うん、そういうのあったら僕乗りたい派ではありますよ、うんね、でまあまあこれ何が言いたいかというといきなりいけそうな音楽もたくさん日本には実は今あるんですよだけど日本のサービス業と一緒で日本の音楽も細分化しまくっててどれもそれなりにそれ,でそれはそれで良かったりするんですよね世界売るっていうんじゃなくてその地域密着みたいな感じですよ で、僕これはなんだろうなこの細分化が最高に良いんだけど最高に課題で足かせになってるってさっきの部分と似てるかもしれないですね。インディー契約じゃないけどそういうのもないよりあった方が良かったりするのは最初の頃あるけど最後の最後までその契約持ち出してこられちゃったりとかさなんか外国だったらな日本の終身雇用と感覚似てんですよね僕ら世代は間違いなく。 外国だったら5年同じ会社で働いたらもうかなりその会社で働きすぎなはずなんですよ。で、そういう感覚って日本人絶対分かんないじゃないですか。わ今の若いやつ分かんないですよち。変わってるかもしれないですよ。うん、でも、ここ、俺、音楽業界も根付き、うん、だいぶ変わってきてても、まだそこだと思っちゃうとかありますよ。ライブハウスレベルではそんなことないですけどね。うん、結構めちゃくちゃにみんなやってるんで <laughs>、そこは面白いですけど。 まあライバースもままた違う課題もね当然今ありますけど、うん、でこれ結論ぼ僕は今はマイノリティの方に可能性があるような感じがしてるってことですよねそれは SNS 発信を基軸としてマイノリティで自分たちがエアポケットみたいにこう回ってるルーレットの中ではそこちょうど欲しいってとこに入った子にやっぱ全力投資してあげるっていうこと、うん、それやりやすいじゃないですか変なだってどっかの事務所とかとインディー契約ありますとかってなったらやりにくいでしょ 今言ったみたいなことが。ってことだと僕は思ってます。ねでこれ <laughs> 結論つっちゃってこの,このト,トピック全般の中で、えー、と僕がレンジャーさんに思ったことなんです。で締めましょう。えっ、ー、とね音楽にすごく精通してらっしゃるし現在体育 探求もあのまあ、かそつなくそして、えー、とご自身の中のご意見も言えるところまでたどり着いていらっしゃる方ということで私としては非常に嬉しいですし、えー、とこれを聞いている方々も音楽の幅が広がるというようなやりとりに慣れてるというふうに自信がありこの動画をお撮りしてます。でかつ僕がここで学びがあったなというところはやっぱ最近の主流だけじゃなくて過去のところをベビメタとモーニング娘。で落とし込めるっていうことですよね。でこれってもう こ,うこれを見た皆さんにやってみてほしいことだったりするんですよ。これってなかなか一言で僕が言うだけじゃ伝わらなかったのでこういう例を挙げてくれたので嬉しいなと思ってこんな話してます。で価値観はみんな違っていい言ってることも全部違っていい。だけどもそこの議題になる真ん中のワードというのがあの自分たちの中でブレなく話せてることによって、えっと、こ,のここの個性ここの個性がすげえ豊かに見えるんじゃないのかなってそういう場所って。 当たり前に存在してててていいいいんんじゃないのかななのか思ってるんでまあ僕なんかこの場所でやってくれたら嬉しいっていうのもありまあちょっと恐縮力不足なとこありますけどもトライをしていこうなんて思ったのでこのお話をさせていただきました引き続きニオチャンネルまだねいくつかのコメントの方には同じような回答もしていきますのでお付き合いいただけたら嬉しいですチャンネル登録もよろしくねではまた、えー、と続きて再会を楽しみにしていますのでお会いしましょうありがとうございました